はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。自己紹介。2019年に信州大学を卒業した。これ大学名言って大丈夫ですか？大丈夫。普通に出てるかな。の、そうです。島根県出身で、今は島根県でプリンストンを広める活動をしています。活動家。島根支部ですね。島根支部の。ケンザロー系島根支部。はい、代表です。代表取締役です。メンバー一人ですけど。あ、まあ何人かいるかな。いや、もういるでしょう、すでに。いや、ほんとね、そうやってなんか、各地区でね、こう、指導者がやっぱ一番大事だなっていうのを最近思ってて。うん、なんか、まあ何かやっぱいいものがあった時に、指導者というか、トップが一人で、その人がいないと教えられないとかだと、うん、なんか本当の意味で広まんなくて、やっぱ各地区で、まあ、プリンストンフェンスとか、ケンジャロー級っていう、鶴がね、教えてくれたようなバスケを、うん、やっぱ広めるっていうことがね、一番自分にとっても学びになるから。そうです。そういう活動を、まあ今、すでにあの、チームメイトだった。チームメイトじゃない？友達？別の高校だった子。ああ、別の高校だったけど、なんだっけ。仲いい子。仲いい子。あ、その子にプリンストンフェンスをね、一回アシスタントコーチやってた時に、その子がヘッドコーチでプリンストンフェンスをやってましたね、高校生の女子に。やってました。でもあれで、あの時もかなり変化があったんじゃない？チーム的に。そうですね。なかなかでも、まあ、最終的に勝てなかったんですけど、確実に、確実にバスケは変わったっていうのは、周りにも気づいてもらえたし、いいバスケだねっていうふうには言われてました。まあ、ただ、この若い女の子が指導してるにしては、みたいな感じかもしれないですけど。いや、素晴らしいことだと思うけどね。そうやって相手のまあ印象に残るっていう時点で、なかなか、まあ、すべてのチームができることじゃないと思うし。なんか強いチームの監督ほど、うんうん、あの、アドバイスしてくれて、うんうんうん、で、あんま強くないチームの監督は、どうやってるのっていうアドバイスを聞いてくれるっていう。ああ、まあね。ある程度やっぱ、勝つっていうことは、その基準を作ることになるから、うん、やっぱ勝てばね、勝つほど広まるし、まあ、認められるというかね、その、興味持ってもらいやすいのは間違いないからね。うん、でも強いチームにも、はい、強いチームにも結構前線できて、うん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 、まあ、確実に、まあ、最終的には能力差で負けたんですけど、はいはいはい、まあ、いいバスケをしてるなっていうのは、うんうんうん、私も見てて思ったし、多分選手たちも思ってたし、それは、まあ、そこにまず、いけないで、こう、負けてしまうチームとか、まあ、バスケとか部活の楽しさがね、わからないまま、なんとなくこう、3年間終わってしまうチームっていうのは、まあ、まだあると思うから、やっぱそういうチームにとってはすごい、希望というか、基準を上げることにつながるバスケを、見せてくれたんじゃないでしょうか。まあ、僕もね、実際に見たけど、試合は。はい。まあまあまあ、じゃあそんな島根支部を、やっている蒼君に、蒼さんに聞いていきたいんですが。ああ、まだ自己紹介でしたね。そうそう。まあ、まず最初に、いつもこう聞いてるのが、あの、バックカットを、あの、大学になってから、かなりたくさんやったと思うけど、まあ、それまでバックカットっていうのをやってきたのかっていうのと、まあ、どういう印象があったのかっていうのを教えてほしいなと、うん、もうやってないです、高校までは。高校まではやってなくて、
印象っていうかそう教えられてたってのが、うん、バックカットは逃げ、なるほどね、みたいな、もう表で強くもらえみたいなバスケでしたね。もらえなくて裏行ったら逃げるなみたいな。確かにね、うん、なるほど。それについては今はどういうふうに思いますか？逃げという言葉に関しては、まあいい悪いはないと思うんだけど、そこ、逃げではないですね。逃げではない、むしろ攻め。おお、なるほど。やっぱ脅威なのってゴール下にフリーで行かれることだと思うんで、うん、ディフェンスにとって、うん、なんか高校まではその逃げだったから、はいはい、裏でもらう選択肢ってもう 1% ぐらいしかなくて1割でもなく 1% ね、はい、まあ、相当こう相当身長差があって、うん、シールして、うん、もう止まってもらえるぐらいな感じだったらあるかもしれないですけど、はいはいはい、なるほどね。まあ逃げか、まあ、確かにあの多分あのさっきの最初の話だけど、うん、まあ、いいバスケはしてて面白いバスケはしてるけど、まあ、勝つためにはやっぱりそういうちゃんともらいたいところでもらうとか、うん、そのなんていうんだろうね、バックカットだけじゃなくて多分本当当たり前だけどシュートとかディフェンスの強さとか、うん、まあ、ルーズボールの強さとか、やっぱなんかそういうところ全て含めてプリンストンオフェンスっていうものはあの、うん、できてたからね、もともとプリンストン大学の、うん、なんか結構自分もあのそう教えてた頃は本当ね、プリンストンのなんか芸術作品というのをただ突き詰めていたっていうのがあって、まあわかると思うけど、まああの時は本当になんか自分はそのプリンストンで、あの、いいプレーというかね、プリンストンオフェンスっていう、うん、今までの既存のオフェンスにはまらないいろんな発想とか、まあそういうのをこう選手が見せてくれた時に、うん、おー、これは面白いプレーが出てきたなっていう感じで結構見てて、うん、まあそれはね、それですごい大事だと思うんだけど、でもあのキャリルさんの本を読んだ時に、あのもはやそのプリンスオフェンスのオフェンスのことはほとんど書いてなくて、うん、その考え方とかリバウンドの大事さとか、それこそなんか逃げないことの大事さとか書いてある、あの本に、うん、なんか人間的な弱さっていうのがプレーに絶対出てきて、例えば相手が自分より体大きくてでっかい選手が自分にこうぶつかってきて、それでもリバウンド取らないといけないっていう時に、うん、その自分の人間的な強さっていうのは必ず出るから、だから人としてもこう強くないといけなくて、うん、だからそういう、なんていうんですかね、あの、逃げない強さっていうのもキャリルさんは大事にしてて、うん、まあ、だから結果的にそのバックカットがすごいトレードマークであるけど、プリンストン大学はディフェンスがもうめちゃめちゃいいし、細かい基礎のミスとかしないから、だからさっきのまあそのバックカットが逃げっていう言葉に関してはそういうふうに今パッと思ったかな。まあ確かにというか、それはそれで大事かな。うん。うん。で、その、まあその逃げだったバックカットが、まあ大学で多分たくさんこう、たくさんというか、最初まずバックカットっていうのは多分知ったのは、うん、3年生だね。あ、そっか。そうですね。3年生の時だったと思うんだけど、2017年の5月。はい。うん。その時はどういう印象を持ちましたか？まあ、プリンスオフェンスやりますって言って、なんか、やったと思うんだけど。なんか細かいことは正直あんまり覚えてないんですけど。覚えててほしいな。結構劇的な面白いシーズンだったと思うけどな。いや、もうなんかワクワクしたっていうのは覚えてます。へえ。なんか大きく変わるときって、うん、まあ不安があるじゃないですか。そうだね。
なんか全然なかったですね、不安が。面白そうとしか思わなかった。だってあれね、確か4連敗して1分落ちして、はい、その次に、まあ、プリンスさんやろうっていう話で、うん、多分最初の練習から、最初の練習は確かの動画みんなで見たんだよね。そうですね。うんうん、なるほど。何にワクワクしたの？どういう風になりそうというか。なんか、バスケ、なんか小学校3年生からやってて、うん、もう割とやり尽くしたかな感はあったんですけど、すごいですね、いやもう、全知全能ですね、じゃあ。いや、それがそうじゃなかったことに気づいて、はいはいはい。で、終わらんじゃん、バスケみたいになって。だから多分今も続けてるし。ああ、いいことだ。そのなんか、体力とかスピードとかでしかバスケをやってなかったら、うん、まあ年齢とともにできなくなっていくし、うん、そういうのじゃないなっていう。深さに気づいて、深さと終わらないっていうのに、ね、ワクワクして。してました。なんか大学はね2年生から入ったんだよね、確か。そうですね、1年生の時は、まあ、バスケ部入るつもりなかったと思うんだけど、はい、まあ、それはある程度やっぱ高校でやりきった感があったからって感じの。そうですね、やりきったのと、うんうん、疲れるなと思ってだからその疲れるそういうバスケしかしてなかったんで、本当に。練習はもう、辛い、疲れる、みたいなイメージしかなくて、はいはいはい。そうだね。でも、だからといって、サークルで緩くやるのは違うなと思って、何にもやってなかったです。じゃあ、まあ実際プリンスをやって、なんか、まあ走る練習は個人でやったのかな、あの時は。大は。やってた、うん、平日とか。平日にね、自主的にやってたけど、うん、俺が行ってた土日は、走るメニューは多分一回も、走るだけのメニューはね、なかったと思うし、うん、まあ、プリンスオンヘッズってものをずっと深めていたんだけど、はい、実際じゃあそのワクワクして動画見て、うん、実際じゃあプリンスオンやりましたと、1年目、うん。それでバスケはどういう風に変わった？うーん、まあ、バックカットの印象でもいいかな。バックカットの印象、プリンストン、なんかプレイ中にあんまりなんて言うんだろう、言葉を発さなかったかなって思って、うん、なんか練習の時は、もうめちゃめちゃ喋るじゃないですか。うん、もう喋るために練習ストップするぐらいの。はいはい。で練習、動きをね、確認したりね。でもそれで動きがもう分かりすぎて、試合の時はもう全然喋らなくなるみたいな。ああ、確かに。1年目か。1年目は特にそんな感じだったかな。そうです。すごい。結構かっちりめの。うん。うん、プリンストンというか。え、そうだった1年目え、そうじゃないですかそっか、まああの時チンしかやってないもんね、多分。あ、そうそうそう、はいはいはい、そういう意味で、うん、選択肢がまだ確かに限られてたから、だからこそこうスムーズさが多分あの時が一番、確かにあの時のスムーズさは出せないだろうな、もう、うん、あの時はあれはあの年でね、あの年しかできないバスケだなって思うけど。え、バックカットの印象は？バックカットの印象は、まあ逃げっていうね、イメージがあったというのが、どう変わったのかなって。いや、もう武器ですね。ああ、はいはい。まあ映像で、ほぼ、すべて出してるから、あーって多分今見てもね、
あの時の記憶が、うん、出てくると思うんだけど、どうか。なんかあの時大学でプリンストやってた時って、うん、なんかテレパシー使えてたんじゃないかぐらいみんなの動きとかがはいはいはい、多分最後のインカレになっていくほどそうなんですけど、そうだね、最初めっちゃ多分この時結構ギクシャクというか、うん、固まるフリーズする時間とかが結構ね、この時はハイライトにしてるけど実際はかなり止まったりしてるね、うん、あの味方を見てやってたなっていう感じ、どうするどうするみたいなのがこれはここが割とよかったかも。かった、まあ、これは背景にバックに流しようかな、うん、動画の時何回見たことかまあプリンスオフェンズっていうものをやって、まあ、あのバックカットがどうとかではなく、多分プリンスオフェンズっていうものを最初チンでやって、うん、だいぶバスケの印象も変わったと思うんだけど、はい、その高校とかはフリーでやったのかな？いや、トライアングルとか。あー、トライアングル、トライアングルオフェンス。はい、ローポと45度と、はいはい、トップというか、うん、2ガードぐらいで、もうなんか決まった3人で攻めるみたいな、うん、なるほどね。トライアングルオフェンスとは言わないけど3ヶ月作って、あ、そうです、ローポスト中心に攻めてたと。ローポと、うん。その時のまあバスケと比べて、なんかどういう風にプリンストンで変わったのかっていうのと。うん。高校の時は、うん、まあ私ともう一人キャプテンが、中心で点を取るみたいな感じだったんですけど、うんうん、もうほぼ個人プレイみたいな1対1、1対1みたいな感じでやってて、だからキャプテンと私が通用しなかったら負けるみたいなまあまあ能力はねあったから、エースだったと思うけど、1対1で勝てなかったら何にもできないみたいなバスケだったんで、あとなんかもう本当にあの時の自分本当ひどかったなと思うんですけど、いいよ、ひどかったそれもそれで、あの多分共感できる人はね多いし、早めにね知れたらいいだろうし、どんな感じだったんですか、うん、いや自分がスコアラーだったんで、うん、まあ、あの、大学の時もそうだったんですけど、自分にボールよこせみたいな感じ。あー、ボールをとにかく、所有したいみたいな。打ちたい。まあまあ、エースのそれは才能じゃないかなと思うけど、才能だと思うよ。うん、でも、それがどうこして、だから、すごい、競る局面とかになったらもう、うん、チームメイトとかにもこう、ちょっときつい言葉になったりとか、うんうんうん、勝ちたいがゆえのあれなんですけど、うん、なんか自分のために動けじゃ、ちょっと言い過ぎですけどそれくらいの気持ちだったと、気持ちでしたね、はいはいはい、今考えるとひどいな、うん、じゃあその頃の自分に、まあ、プリンスオフェンスで会って、こうね、隣にもしいるとしたら何て伝えますか？一人じゃバスケできないぞって言いたいですね。おー、なんか漫画のようないいセリフですね一人じゃバスケできないってのは、まあ多分、まあ、プリンスオフェンスの中でも結構1対1とかね、そうの場合は、うん、こう点を取るのが役目だったと思うから攻めていたと思うけど、なんかその1対1でも高校の時とプリンストンは全然違って、うん、多分シチュエーションも自分のモチベーションも違っ、うん、モチベーションっていうか、ん、考え方とかも全然違って、うん、高校の時は1対1で決めたらもう自分がすごいみたいな
いいね、スコアラーだね。才能だよ、もう本当にそれは。自分の点みたいな。あ、自分が取った点みたいな感じ、うんうん、だったんですけど、プリンストンの中の1対1は、周りが、例えばスペースを広げてくれたから、うん、1対1いけたとか、うん、1対1いって、まあダメだったらみんないてくれるし、いいところに。うんうん、1対1だけど、チームで攻めてるみたいな。うん、なんか現役の時に確か、まあ、あのいつも俺が最初に指導する時にアシストした選手にはちゃんとイベを誘うみたいなこと多分最初に言ったんだけど、うん、確かそうがなんかポロって言ってたのはアシストした人以外にも全員にハイタッチしたいみたいなねこと言ってたじゃないですか。言ってましたね。まあ、多分そういう感覚になったってことですね。うん、それが一番の変化かな、私にとっては。なんかそのパス、はい、みんなで点取るって、うん、なんか綺麗事だと思ってて、高校の時とか、全員バスケとかよく言うじゃないですか。はい、あ、いや、そんなこと言うけどさ、みたいな。それはちょっと教科書に載ってる言葉でしょ、みたいなね。わ、うん、かるよ、でもその気持ちは。うん、高校時代も、多分すごい似てるから、俺。わかるよ、すごい。なんかそういう、こう、一般的な流れにね、うん、なんか、そのまま乗っかるのはちょっとな、みたいな。よく思ってたな。全員バスケとか行って、結局、他のチーム見てても、この人とこの人じゃん、みたいな、のとかあったんで。うん、それを考えると、信頼のバスケは本当に、全員バスケだ。全員バスケって本当にあるんだ、みたいな。感動。感動しましたね。これが全員バスケか、みたいな。いやなんかあの夏の合宿でね、練習試合した時とか特にもう、感動したけどな、うん、俺は。スワでやったやつですか？そう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 。あ、あの時はもうね、ベンチから本当は泣きそうだったんだけどね。しかも2ピリの途中で。早っ。いや、そう、めっちゃ早いんだけど、マジでみんなめちゃめちゃいいプレッシャーじゃん、あの時。うん。そう。でもなんか、勝った後にも、なんかね、コーチが一人だけ泣いててもなんか、みんななんか嬉しそうで笑ってるけど、俺は泣きそうだったんだけどな、みたいな思ってて、ちょっとまあ、いいプレーだったけどね、次も頑張ろうみたいなこと言って、さらっと終わったけど、いや、あの時は本当に素晴らしかったからかな。実は感極まってた。いや、本当に。ベンチで、しかも2ピリで。本当全員ね、活躍してて、すごい気持ちよくプレイしてたなっていう。うん、あの時、前日にね、多分、ミーティングだけずっとして、みんなで夜泊まって、うんうん、バーベキューとかね、したりして、ああいう時間がね、すごい大事だね。とちょっと話はそれてしまいそうでしたけど、多分その1対1が変わったっていうのは、まあ、具体的に言ったら多分パスの選択肢がすごい増えたり、パスの楽しさを知ったり、そういう変化がプリンストンですごい大きかったのは、まあ、まずそうだったんじゃないかなと思ってて、うん、ヨキッチパスというね、まあ今となったヨキッチ MVP まで取っちゃったけど。なりましたね。うん、友達におめでとうって言われました。すごいの分かってる。うん、いやまあヨキッチパスっていうのはね、まあこれ聞いてくれてる人向けには、まあヨキッチのパスということで、ノールックパスなんですけど、プリンスオフェンスの中では、そういう、ちょっとこう、なんていうか、難しそうなパスであっても、プリンストンの中だと結構通しやすいし、うん、誰でもできて、で、むしろそういうパスじゃないと、チャンスがないっていう場面が、どんどん出てくると、いうことを、僕らの師匠が言っておりましたね。言ってました。まあ、そのパスについては、高校とプリンストン知ってからの大学でどう変わったかっていうのは、なんかこれ前ツイッターの
スペース？ん？ああ、スペースね、はい、うん。あれでなんかちょっと喋った気がするんですけど、うん、あの、パスは何にもできなかった時に返すものみたいな。はいはいはい。はいはいはい、まず、もらって、シュートか、ドライブして、行き詰まったら、パス、みたいな。だから、トリプルスレッドの3つが、対等じゃなくて、パスは1個下の選択肢みたいな。高校の時はそうだったんですけど。うん。わかるよ。すごい。めちゃくちゃわかる。めちゃくちゃ共感できるよ、それ。うん。まあ、大学、プリンストンは、うん、でもパスが一番ぐらいになりましたね。逆転。ああ。ずっとなんか好きでやってたからね、後ろのパス。うん、もう私、ドリブル下手なんで。うん、苦手ではあったね、うん、得意ではないって表現にしときます。得意ではない。指導者として、ね、こんなにやっといて得意じゃない、うん、でなんかやっぱ自分でフィニッシュすることが全てというかだったんで、うん、まあ、アシストの楽しさを覚えたっていうのは、うん、自分でドライブ行って、うん、高校までだったらもう潰れてでもシュート行ってたけど、もう自分が、もう自分に引き寄せて、みんながいいとこ行ってくれるからパスする。で、それをいいとこにいるって分かってるから、周りを見ようとするし、っていう。なんかその、まあプリンストン、まあセットプレーとフリーオフェンスが違うとか、まあ、なんとかモーションっていうのとフリーオフェンスが違うっていうのは分かると思うんだけど、うん、なんかプリンストンを経験した人はこのモーションオフェンスでもないし、セットオフェンスでもないし、フリーオフェンスでもない、うん、こう何か独特な自由というかね、あれを感じると思うんだけど、うん、どう違うとか表現できるんかなって、できる。なんかその今は多分プリンストンオフェンスではないバスケをしてると、したり、うん、まあ、する機会が今まで卒業した後にあったと思うんだけど。なんだろうね、うん。なんかやっぱ名前が、名前がついてるオフェンスじゃないですか。どれが？プリンストンオフェンスっていう名前がついてるから、うんうん、なんかやっぱ型があるって思う人が多くて。はいはいはい。結局セットプレーでしょみたいな。あ、伝えたときに。そう。印象をね。うん。で、まあ、プリンストンオフェンスを知らない人は、うん、まあ、チンを知ってる人とかもいるけど、うん、結局形に沿ってやるから、うん、やっぱ対応されるよね、みたいなことを、話に結構なるんですけど、うんうん、まあ、やっぱ最初は形から、入らないとこう引き出しがないんであれですけど、うん、なんていうの、そういう風に言われた時、うん、そういう印象を持ってる人と話した時は、はい、どう伝える？選択肢があるって言います。この、なるほどね、ここにパスしたら次ここにパスしてって。うんうんうん、だからあのセットプレーは受け入れずとか、はい、うん、まあその言葉は使わないですけど、うん、だからここが例えば横パスして、うん、45度に次落とせなかったら、うん、ハイポに出せばいいし、うん、ハイポに出せなかったら逆サイが上がってきて、うん、横にパスすればいいしみたいな。確かに、そういう柔軟性がある。確かにな。いや、そこ全然違うな。自分もそのプリンス以外のフェンスを経験したりすることはあるんだけど、うん、違うな、そこは。なんか全然違う。なんだろうね、これ。なんかセットプレーって、うん、
なんか、まあ、今の社会人チームとかで練習してても思うんですけど、うん、なんか最初は点取ることを目的でやってるはずなのに、うん、もうそのセットプレーをうまくやることが目的になってきちゃって、あ、はいはいはい、なんかここの走ってくる角度はとか、あ、まあボールをもらうのに必要な要素ではあると思うんですけど、うん、そこだけに執着して練習するとか、うん、っていうところに陥りがちな罠ですね、うん、そういう時に違う目線というか選択肢が、うんうん、まあ、プリンストンのおかげでそういう考え方ができるようになったかなって、ね、うんうんうん、なるかな。でも確かにそうだね。なんか今のこうイメージは同じイメージを浮かべながら聞いてたんだけど、うん、なんかそういう発想ってこうモーションとかセットではないなと思ってね、うん、なんか誰、まあ、誰かがカッティングとかで人がいなくなってもなんか次の形になるし、誰かがそのポジションに来てくれたらまたリスタートできるし、うん、うん、あ、これもこの前言ってたの今思い出したんですけど、うん、あの間違いがないっていう、あ、はいはい、やっぱセットプレーは、うん、間違い、まあ決まってるから、うん、まあ、違う動きをしたら間違いじゃないですか、うん、なんか覚えてないと不安で、あ、確かにとか怒られそうなね、そう、事前に、まあ、確認せんといけんのんですけど、もちろんね、そこらね、うん、そう、そういうなんか全部の場所を覚えないと、うん、まあそれはプリンストンでもあれだけど、確かにな、まあプリンストンってやっぱそういう難しいとかさ、うん、あのセットプレーみたいな風にこう、まあ、イメージをその身近な友達が持つってことは多分多くの人が同じようにこう思うと思うんだけど、うん、まあ、その高校生とか教えてた時とかどういう風にこうプリンスの練習してたの、うん、どういう段階踏んでとか最初にこういう話してとかなんかあるとか、一番最初は、うん、その友達が高校の教師でジョバス教えてて、うん、もう本当になんか動きたいから遊びに行ってたぐらいだったんですけど、うん、まあ、それで徐々に教えるようになって、うん、でも最初はもう私のエゴだったんですよプリンストンがいいからプリンストンを やろうって言ってまあね、でエゴはね、まあ、うん、で最初、まあ、一応、まあ、その子がもう大学までやってて、うん、でセットプレーを結構いくつか持ってて、うん、でもセットプレーで攻めるみたいな感じだったんで、うん、でその中のセットプレーの一つにチンを入れようって言って最初やってみて、あー、なるほどね、はい、セットみたいな確かに入りからでも分かりやすいかもね、その、まあ、例えばパーって言ったら、うん、2ガード2ウィングハイポストの形になってそこからスタートするみたいな、うんうんうん、っていう、まあ、まず形を教えたのと、うん、あとはやっぱスペーシング、うんうんうん、合わせの方向とかを教えたのと、あとはもうバックカットですね、うんうん、2-0 でとにかくタイミングを合わせるっていう、みんなそれ言うな、結構今まで聞いてて大事だよな。やっぱバックカットは、うん、プリンストンじゃなくてもできるんで、うん、2人いればできるじゃないですか。そうだね。あと単純に武器になるっていう。うん、実際その私が教えた高校の子もバックカットみんな割とハマってくれて、おー、いいことだね。で、結構、まあ、強いチームほどディナイしてくるんで、うん、結構決まって、うん、で、あのチームはバックカットに気をつけろみたいな
ことを言われて、ちょっと嬉しくなるっていう。そこで満足しちゃダメだけどね。いやだけどね、相手がね、強い相手がそういう風にこう思ってくれるっていう時点でもすごいことだけどな、うん、脅威と思ってくれて、うん、脅威が一つでもあるだけでね、うん、普通になんかこうなんていうの、まあそこには勝てるでしょうみたいなこの感じで、やっぱ強いチームはね、うん、より上を目指してるから思うと思うけど、まあそこにバックカットを気をつけようっていうのは結構面白いよね。人とかじゃないもん、うん、そうですね。それがなんかおもろいなと思うけどね。みんなできるっていうか、あの6番気をつけようとかじゃないもんね。うん、バックカット気をつける。全員がバックカット気をつける。うん、だからバックカットに気をつけてくれるから、例えば3が打てたりとか。ああ、はいはい、実際そういうのがあった、うん、そうですね。だから引いて守られてとか、あるあるですね。あるある。引いて守られた時はどんな感じにしてた？でも空いたらシンプルに打つとか、うんうん、まあもうなんかダブルパンチとかもしてたんで。おお、いいね。あれ、まあバックカット、みんなバックカット守りに行くから、そのダブルパンチの外がもうガラ空きになったりとか。うん、一番体験した一人なんじゃない？そうですね。そうだね。現役の時にみんなカットして、スリーポイントたくさん打ってたしね。いやー、すごいね、やっぱ。あの頃のバスケは、まあ今見ても、過去に浸るわけではないけど、うん、やっぱプリンストンとしてこう風化しないというかな、風化っていうのかな、なんていうの、こう価値が下がることないなっていう。色あせない？そうそうそう、色あせない。そう、そういう言葉得意でしょ、うん、確か。なんかまあソーたちの時はあれ1年目はチームが中心だったけど、うん、ソーたちの時はね、やっぱ一番いろいろやった気がするね。やりました。いろいろやったんだけど、俺がポンコツすぎて最後忘れるっていうね。いやでも結局、いや本当に忘れてしまった。コーナーオフェンスがやってた。でも最初に、うん、やっぱり引き出しを増やすっていうのは大事で、結局使えるプレーと使えないプレーって出てくるんで、うん、もうコーナーオフェンスは使えたかもしれないですけど。使えたね。あれ申し訳ないわ。本当に今謝ります、2年越しに。いやでも高校の子に軽く教えて、だいぶできました。おお、高校の子？何を？高校生に、うん。まあ、なんて言ったら、コーナーオフェンスって、45度に落として、うん、トップの人がコーナー行って、うん、ってやつですよね。そう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 。で、ハイポに入れて、うんうん、ダウンスクリーン行って、そうそうそう、ダブルパンチ。そうそう。あれ、めっちゃ効くんで、めっちゃやってました。へぇ、いいなぁ。やりたいな。おもろいよね、あれね。めっちゃ効く。本当にコーナー開く、あれ。あれはなんか相手が引いてきた時に、あれやるといいらしいけどね。うん。ハイポとかにも、ボールが入りやすくなるんで。ハイポね、ハイポよく立ってたと思うけど。まあ、プリンスさんね、こう、言葉だけでは伝わらない部分がたくさんあるから、うん、なんかほんと体育館でね、教えてほしいけど。長野行きて。長野？ああ、長野ね。あ、でも、つねさんいないわ。いや、まあ、今、リアがいるから、おもろいと思うけど。なかなかもう、でも行けないか。もう9月か。まあまあ。いや、県外にまだちょっと遠すぎますね。わかるよ、その気持ちは。わかりました？わかるわかる。8時間くらいかかるから。あ、フェリー、船の時間があるか。ここよりさらにかかるかも。いや、同じくらいかな、だろう。8時間くらい。まあ、そんくらいか。あとは、なんだろうね。まあ、プリンスオフェンス、プリンスオフェンスか、バックカット、プリンスオフェンス。
まあなんかこうプリンスオフェンスに興味を持って、うん、このケンジャローキューって発信をね見てくれてる人は結構たくさんいて、まあ、これからもプリンスオフェンスっていう軸を元に発信し続けていくと、まあ、思うんだけど、僕らはね、はい、ただ死ぬまで、はい、師匠と共に師匠とね、まあ、鶴と天使やっていくと思うんだけど、うん、こうプリンストンとかバックアップをまだ取り入れてなくて、まあでもなんかやってみたいなってこう思ってる指導者とか選手がいたらどう伝えますか？え？難しいね。どう教えるかってことですか？そうだね。どう教えるかだ。どう？さっき言ったやつか。うん。どう？どう教えるか難しいね。ちょっと質問が悪いわ。カットしとくわ。なんかどう最初の一歩踏み出してもらうかって話かと思いました。そうだね。そう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 。こう、いやー難しいかな。言葉で言うのって。まあ、バッカッと、みたいにやってみてとか、芯から入るとかになるのかね、やっぱ。そうですね。チームは結構分かりやすいとは思うけどね。ハイプの人が暇になっちゃうとね、弱いからね。ああ、それはありますね。うん。やっぱなんか結構、献身的な子が、最初は合うかなっていう。うん、自分にあんまり自信がない子とかが、やったら、はいはい、私はチームのためになってるってね。そうそう、自信もつくし、なんかすごい地味な、正直最初は地味なスクリーンプレイしかないんで、うん、なんかそういう子がにやってほしいな。なんかガが自分が自分がみたいな子に最初にやらせるとストレスがすんごい溜まっちゃうと思うんで。だろうね。実際そうだったんで、あの高校の子に教えたとき。ああ、そうだね。ハイポの子はまあ大事なんだけどね。後になってしまうのはからね、うん。ハイポが一番大事なんだよって言っても、って。でも体痛いだけじゃん、みたいな。まあでもそういうプリンソンとかバックカットとね、島根からこう伝えていってほしいなとは思うけど。うん。でさ、今は社会人でやってるのと、指導者的にはあんま関わってないんだっけ？やってないですね。まあ、その経験を伝えてってほしいね、どこかに。なんで、その、別の高校行っちゃった同級生の子は、たまにこう、質問とかしてきますけどね、プリンストンについてね。ああ、実際行くことはあんまりない。あの、車で3時間ぐらいかかるんで。そんなに遠いんだ。島根そんなに広かった。島根横にめっちゃ長いんですよ。ああ、端から端ってこと？端か、一番端にいます、今。で、まあ、もともとの地元がそこで、その子の。ああ、そういうことか。逆にこっちに来たりはするんで、うん、こっちの方がやっぱチームが多いんで、合宿とかで。来るんだ。まあ、その時には、ね、言っていけるか。じゃあ、まあ、最後にね、インタビューの締めということで、いつも聞いている質問ですけど、はい。あなたにとってのバックパッドとはっていうことで、どんなものだったか。難しかったら、タイトルに入れておくけどね。なんだろうな。でも、いろいろ、あるな、バックカットとは。バックカットがなかったらどうだったのかって感じだね。まあバックカット、プリンストン。プリンストン。プリンストンなかったらどうだったんだろうね。まあ、鶴と会ってないってことか。まことさんには会ってたけどね。いや、ターニングポイントだな、本当に。すごいよな。あの合宿はやっぱね、一番、今でも、あれはもうあの時しかできないからな。うん、すごいことだったね。月配誌とかね、
うわ大好きだったな。弥勒詩とかね。最近学び直したんだよ、俺が。あの、武学の稽古会とか、実際に参加してきて、うん。今までずっと誠さんに学んだんだけど、そうそう。武学。剣士種だ、剣士種。すごいね、あれはレベル高いというか、まあ、武学の中でも、なかなかすごいこと学んでたね。と思うけどね。うん、なんか、あの、霊能仕方も、たくさんやったでしょ、覚えてる。うん、あんま内容覚えてないかもしれないけど。90度は神様とか。そうそうそう、そう。だ出雲大社行くときはちゃんと90度してますよ。おー、素晴らしい。まあ、武学についてこそ、まあ、インタビューで聞けない内容だと思うけど。体験が必要です。あれでもまあだいぶ価値観はね、変わったと思うけどね。うん。まあ。じゃあ最後タイトルまた考えておいてもらって。でも本当にテレパシー使えるようになったなって思いますよ。ああ、喋る、ね。アイコンタクトで、そう、サイレントでコミュニケーションが取れる。まあ変わったことは多分このインタビューの中に全て入ってるんだろうけど。うん。バックカットはテレパシー的ないいタイトルになりそうだけど。どういうこと ってなりそう。バックカットって言いましたか。まあなんかいいのを考えておいてください。え？あ、はい。そうだよ。あれは全部みんな考えてるから。ええー、そうなんだ。そう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 。本気で考えよう。本気でちゃんと考えて。一生残るよ、はい、多分。10年後とかに。ああ、こんなこと喋ってたなって。黒歴史にならんように頑張ろう。大丈夫、大丈夫。映像と共に残ってるよな。あ、いやー。やってたなって。今どうなってるんだろう、プリンストンは。あ、でもそうなったらおもろいよね。10年後とかにも残ってね。いやー、楽しみですね。このインタビューも、まだボリューム12だからね、これが。おう。今回が多分12だから、やりたいなってるか。まあ、ぜひね、その時にこう、教え子がね、まあ今はなかなか指導の立場にならないかもしれないけど、まあいつそのタイミングが来るかわかんないからね。はい。その時に、教え子が増えて、なんか、面白いバスケが広まっていけばいいなと思いながら、この音声を未来に残しておきましょう。タイムカプセル。はい。じゃあ、そんなところで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。